やーべ、見つかっちゃった。見つかっちゃった。かかってこい。よし、うまく。なんか落とした。おにぎりか。よし、もう着くぞ。ここです。誰かいるか。陣内さん。おー、力丸。力丸じゃん。何をしている。早く答える気がないと。はい、はい、はい。
やばい、あっガトツ、ガトツできた、次来るぞ、はいはいはい、空振りを誘っての、ダメだ、ダメない、今背中取った、危ない、ミキマルの強力な攻撃、危ない、危ない、何かリキマルが使ってきた、リキマル、あれ毒矢じゃない、空振りを狙っての攻撃、効かなかった、はい、よし、うこれは偽物ではないと、ここで、リンと、リキマルの初対面かな、そうじゃない、他のちょっとシリーズ分からんけど、プレイステーションとプレイステーション2版はやったけどね、多分ここで最初なんじゃない、これが最初の出会いなんじゃない、二人の、まあ最後は近くなってきましたね、風闇、雲晴れ、月影、差し、闇に闇、逃げる、胸の奥、心にいるかどう、いるかと、いるかと問う、踏みしめる足、ここにいるかと問う、つか握る手、ここにいるかと問う、問う、答え、口を開きである、ここにいると、この先にいると、いると、行け一刻も早く、遮るやつは切り倒す、余さず切り倒す、もやの先立つ影を飛ぶ足吹き、足ぶき、なんだ、血しぶきかで、赤く染めるほどにと、文字がかなり潰れてるな、もう終盤ですからね、開封剤結構持っていこうか、ボス戦に ならないとも言えないから、相当溜まってるよ、よし、こんだけ持ってきゃ大丈夫だろ、こんだけ持っていきゃ大丈夫でしょう。ああ、ボスだな。ボスいるな、多分。
いつは一般人ではないと。意外に攻撃力が高い感じ。あいつはね、一般人じゃないんだよね。最初、3だったっけ、くれないだったっけ、こいつ出てきたんだよ。一般人かどうか迷ったんだけどね。この、これが武器なんだよね。武器を隠し持ってると。一般人に紛れ込んでの、ちょっと似たような、遭遇した敵です。騙されぬよ。いる、すぐ下、見えない。一般人かい。さあ来い。終わった。おお、来てる。終わりました。待ちました。あ、いた、いて、まだいた。3人かい、合計3人かい。全員、あ、3人いたよ。危な。うわお。厳しい戦いだったな今のは。3人まとめて出てきたよ。やばくね？まとめて出てくるのはやばくないか。
いるだろう。多分いると思う、俺が思うに。いる。あれ、いたいたいた、見えた、見えたんだけど、こっからじゃ見えないか。ダメじゃん、あれじゃダメだよ。え、来るのこれ、こいつ来るの、来るなよ、もう来るなよ。よし、バカ一般人、一般人、お前声出しやがった、バカ。一般人の野郎、行こうか。どう、ザ一般人、よし行こう。現れたな、お前。ベニアのレインです。お命頂戴いたす。なんだ、か、傘傘傘傘傘傘攻撃、傘攻撃、ちょちょちょ、傘からのガトツ、傘からのガトツ、危ない、後ろ後ろ、見えない、あーもう見えにくい、なんかすごい動きした。空振りからの攻撃、空振りからの、あ、危ない、ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっと待ち、危ない危ない、見えない見えない見えない、こうなったら必殺技だ。ええ、ガードできないのは知ってるぞ。お詫びにするか。ガードできないのは知ってんだよ。あ、どこ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 、はいはい、危ない、空振りが、少し早かった早かった、くそ、うん、あ、コンボができるな、コンボ、コンボ忘れた、もう痛い、そう、空振り、空振りを狙え、空振り、いけるか、うん、あ、もう、おいおいおい、よしよし、やばい、見えない見えない、傘からのガトツ、もうバカ、もう後ろ取ったと思ったのに、裏を取ったと思ったんだがな、ちょっと見えねえだろ、うん、ギリギリ届いた、見えねえ、最終手段
これで俺は二世力丸を倒したんだよ。おい、お前時間かかりすぎしてるのに、こっちの予定時間が、最終的にはこれで仕留められるという。二世力丸戦で学んだ戦法。この野郎、時間かけさせやがって。必ず捕まえる。よし、次行きましょう。これが最終面かな。もはや消え、ムクロの先見えた影、姿確かめる、確かめる間もなく消えた影、思い返す焼き付いた影の姿、怒りでもない、悲しみでもない、人の形でもない影の姿、それは無念、あいつの無念、あたしを呼んだあいつの無念、預かろう無念、あたしは凛、始末や凛、さすらう人、眺めるのは空、感じるのは風、行くあてがあるということですよ。最終面ですね。いや、大丈夫だろう。では決着をつけますよ。始末やリン最終ミッション、ここ穴落ちたら即死だな。よし、行きますか。いきなりバレた。悪党か、悪党か、嫌だ。あ、竜巻旋風客、竜巻旋風客来た。なかなか、なかなかやばい。あ、着地からの防御。
おい。よし。回復剤か何か持ってないか。あ、しまった。あ、しまったよ。どっち向いてるかわかんねえだろ、お前。どっち向いてるかわかんねえ。壁向いてるこいつ。いけるか。お、いるぞ。うっすら見える、うっすら見える。よし。やりました。危な、危な、落ちるところだった。落ちるところだった。落ちないように気をつけて。あ、ここです。ここで、ここだな。最後のボスだろ。よし、行くぞ。さあ、鬼影。そういうことだ。へへ、ベニヤの凛だ。始末屋だよ。頂戴いたします。そういうことだ。お命頂戴する。だいだいだい。あっ、来た。危ない。あの驚異のジャンプ蹴り、驚異のジャンプ蹴り、それを封印しろ。危ない。よし、いいぞ。その調子、その調子。鬼影ジャンプしてきたところの、あー、食らった。ジャンプ中の防御不可能を狙え。バカ、後ろ向いちゃダメだ。目障りだ。あ、やばい。やばい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 。回復回復回復狙い、回復回復しなければ。よし、危ない。返す、うまく返した。
あ、来た。はい、はい、はい。脅威の二段ダウンジャンプ蹴り、あの、あれは脅威だぞ。ちょっと待て、ゴーゴー。今やつは防御できない。ジャンプ、またジャンプ、着地は、着地後は防御が効かないんだよ。危ない。作戦勝ち。始末などではあるまい。何これ、鬼影の手でかくない？めっちゃでかくない？鬼の手だよ。違う、始末だ。やつの何を晴らしたというのか。無念だよ。無念。面白いことを言う。下せぬな。あんたには分からないよ。いや、絶対に分かってほしくない。うわ、消えた。リン殿。うう、リギマル。鬼影は、無念は晴らせたと思う。そうか。これからどうするの。どうしようか。まだ帰るには早すぎるような気がするよ。うん、まだ早い。もう少し行ってみよう。一人で。よし。オッケー。まあそんなもんだろうな。よし。オッケー。ベニアのリンのシナリオでした。次はテッシュだったかな、合ってる名前。まあ、次のキャラクターに行きたいと思います。では以上です。